オカサーンニコレット、1921、プレシジョニズムとは、1920年代から1930年代にかけてアメリカに存在した絵画の様式の名称。キュビスム的リアリズムやイマキュラキズムと呼ばれることもある。この様式に属する主要な画家は、などである。その作品の特徴は、人工的な風景、機械を、キュビスムの影響を受けて、やや抽象化しつつも、 写実的な筆致で描写するもので、後の、いわゆる、スーパーリアリズムの作品へとも接続する。特に、チャールズ・シーラーは、写真作品も制作しており、自分の撮影した写真を手本に、絵画作品を制作することもしばしばあった。このことからもわかるように、プレシジョニズムは、グループ F64 の一部に見られるようなタイプの、ストレートフォトグラフィとの近接性を持っている。 アメリカにおける近代的なイズムのうちオリジナルなものとしては最も早く成立したものの一つであると言える。なお、各たるグループの名称ではないこともあり、その始まりと終わりには諸説ある。始まりについては1915年や1918年といった1910年代とする考えがあり、終わりについても1930年には終わっていたとする説がある一方で、 1941年頃まで続いているとする考え方もある。ありがとうございます。